やべえやべえ。はい、どうも、ブレイクスルー須崎です。今回なんですけども、今回はちょっと動画撮影する気はなかったんで、ちょっとクソ動画かもしれないんですけれども、クソ動画ならやるね。先日、Apple ストアで40万円する iMac を購入したじゃないですか。で、僕は、その動画を、YouTube にアップしたわけですよ。で、今日2月26日で、その iMac が届く日が2月25日か2月26日だったんですよ。で、それで昨日届かなかったんで、今日届くんだろうなっていう風に思って、めちゃめちゃウキウキして待ってたんですよ。よっしゃ、今日からもう俺の動画編集のクオリティが爆上げふーって思って、めちゃめちゃウキウキして待ってたんですよ。ただ、一向に来ないんですよね。それで、自分の Apple のアカウントにログインして、商品の配送状況を見たところですね、僕の iMac と、iMac の、イースに注文が、キャンセルされてるんですね。2月19日に。ちょうど YouTube にアップして、ちょっとぐらいかな。で、キャンセルされてて、これやばくねって思ったんですよ。これひょっとすると、俺の Apple のアカウントがバレてキャンセルされたか、もう本当に最悪の場合は、俺のクレジットカードの番号と暗証番号とセキュリティコードがもう全部バレて、やばい、俺のクレジットカード、犯罪的なことに使われるんじゃねみたいな風に思ったんですね。心臓バクバクしだして、やばいやばい、俺の金全部盗まれる。俺の金全部誰かに使われちまうよっていう風に思って、これやばくねって思って、Apple さんに連絡させていただいたんですよ。そしたらね、すごい優しい方が出てくださって、なんでですかって聞いたら、ただ単に、僕のクレジットカードの使用上限額が40万に達していなかったらしいんですね。ただのバカ！それで、自動キャンセル、しちゃいました。わらわらみたいな。ノリよすにわらわらみたいな感じじゃなくてね。ほんとはすごい、真面目にすごい、真剣に対応してくださったんですけれども。で、あ、そうだったんだって思って、で、クレジットカード会社に連絡したところ、やはりね、40万円ね、購入できるような仕様ではなかったということでしたね。僕は、動画をアップする前に、動画擦り切れるほど、7、8回ぐらい見直したんで、で、個人情報入ってないなっていう風に思って、アップしたから、アップした自信はあったんですけれども、それにしても、今でも鼓動バクバクしますもんね。バクバク！それにしても、やばい、どっかから漏れちゃったんじゃないのかなっていう風に思いましたね。本当にネットの世界怖いなっていう風に思いました。だからね、僕の動画を見てる人って、YouTuber の方も、何人かいるんですよ。で、注意していただきたいなって思いますね。ネットは本当に怖いです。自分が、すごい何回も注意したとしても、映ってはいけないものが映り込んでしまっている場合もありますし、もし映り込んでいなかったとしても、それで、マジで今回みたいなやべえみたいな感じになる可能性があるので、本当に、皆さんね、ネットを使うときは本当に気をつけてください。というだけの動画でした。それだけかい！いいじゃないか別に！ひどいよ、城之内くん！というわけでね、PC は、先ほどまたね、再度注文させていただいたので、本当にまた1週間ぐらい先に届くことになっちゃって、本当にすごい、めちゃめちゃワクワクしていた分残念なんですけれども、これからもね、一本一本手を抜かずに、動画配信していきたいなっていうふうに思います。はい、というわけで、めちゃめちゃ怖かった。YouTuber なんてやるもんじゃねえよ。YouTuber なんかね、ならない方がいいからね。基本的に、普通の人間は。お前も普通の人間だろ！